皆さんこんにちは、ティムです。今回は、京都の動画第2弾ということで、早朝に清水寺に、行きましたので、その清水寺の、散歩のですね、動画のシーンをお届けしようかなというふうに思います。今、登っていって清水座という坂ですけれども、今回の動画の次の動画では清水寺から、坂を降りていくシーンというところで、2年坂3年坂っていう有名なシーンがあるので、そこはまた別の回でお届けしようかなと思いますが、今回は清水寺のですね、境内の方に入っていて有名な、清水の舞台を、望むみたいなところですね、京都を一望できる非常に眺めのいいところなんですけれども、そのあたりの動画のシーンをお届けしようかなと思います。今これ実際歩いてるんですけど、人がほとんどおりません。今時間はですね、午前8時ぐらいで、まだですね、お店が開く時間、午前9時からしかお店がないんですけれども、それもあるんですが、でも早朝にですね、お参りに来るですね、観光客の方とかって普通はいるんですけれども、ほとんどいないというところが結構異様なのかなというふうに思っていて、すごく、静かなですね、静寂の中、セミの鳴く声が聞こえるので、今、まだこの歩いてるシーンでは今 BGM が流れていますけれども、境内に入ったところからはですね、今回の動画、僕のですね、散歩動画はいつも、背景の BGM をしっかり流すようにしているんですけれども、今回はちょっとあえて、BGM 途中で終わりにして、静かなですね、早朝の、清水寺のその夏のですね、山の雰囲気というか、風の音とかセミの音とかですね、歩いている音とか、そういったですね、音を感じていただける動画になっているんじゃないかなというふうに思っています。今回の動画ですけれども、いつものようにいいなと思った方はですね、ぜひチャンネルのいいねボタンとチャンネル登録の方もお待ちしています。そして今回のシリーズの続編というところで、清水寺から今度降りてくるシーンの動画も次に公開予定ですので、それ以外にもいくつか京都の方で散歩してきた動画のシーン等も残してありますので、今後もご期待ください。それではどうぞお楽しみください。